こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回はシンゴニウムブラックベルベットを植え替えます。サイズをあまり大きくしたくない方や、コンパクトに育てたい方、同じ鉢に植え替えをしたい方に参考になれば幸いです。シンゴニウムは里芋科の植物です。葉っぱは薄くカサカサっとしていて繊細な印象です。この繊細な印象とは裏腹に、葉っぱの展開が早くって生育がとっても旺盛な子ですよね。私の感覚ですが、シンゴニウムはとっても生育旺盛なんですが、寒さに弱く乾燥にも弱い気がしています。でも何かのストレスで葉っぱがダメになっちゃっても強いので、すぐに復活してくれる感じはありますよね。育てているとすぐにダラーンと下に垂れてきちゃうので、このシンゴニウムさんは登らせて育てると楽しそうですよね。チャレンジしてみたいんですが、場所の問題があるので、今回は鉢を大きくせずに植え替えをしました。以前と同じ鉢に植え付ける場合は、根を処理してから植え替えをしてあげる方がいいと思います。ざっくりとお伝えすると、根の3分の1ぐらいをパツッとカットしてから植え付けるといいと思います。黒く傷んでいる根やジュクジュクっとしてしまった根は切って取ってから植え替えするとよろしいかと思います。元肥にマガンプを入れています。シンゴニウムは葉っぱの展開が早いので、肥料切れになるとすぐに葉っぱが枯れ込んできたりする印象があります。肥料食いな子かなとは思っています。なので肥料は入れてあげる方がいいかなと思います。前回の植え替えからあんまり日が経っていないので、土は再利用して少しだけ新しい土を足しています。ちなみにこちらに使っていた土はベストソイルミックスです。新しく足した土は賢者の土です。場所の関係からコンパクトにギュッと育てたいので、有機質中心じゃない土を使っています。ただ無機質中心でもやっぱりシンゴニウムさんの根張りがすごいので、すぐに植え替えが必要になっちゃうんですが、有機質中心の培養土よりはゆっくり育つかなと個人的に思っています。植え替えが終了しました。現在の様子はこんな感じです。植え替え後に下葉が何枚か散ってきますが、あんまり心配しなくても大丈夫です。根をカットしたりしていじっているとやっぱり下葉が落ちる現象はあるので、そんなに心配しなくても大丈夫です。この枯れた下葉をめくってみると、なんと新芽が存在してるんですよね。シンゴニウムさんはすごく強いですよね。植え替えするとやっぱり下葉が枯れ込んできます。枯れてきた葉っぱの見た目ってちょっと気になったりしますよね。そんな場合は枯れ込んできた部分だけをその都度カットしながら管理していくのもよろしいかと思います。完全に枯れるまでは葉っぱをつなげてあげといた方がいいなんて聞いたことがあります。枯れてきた葉っぱの中にも緑の部分はまだ存在していたりしますよね。
その部分はまだ光を受けられる状態なので、枯れてきた部分だけをカットして、完全に枯れたら全て取り去るという方がいいと聞いたことがあります。植え替えも新芽が展開しています。植え替えた後に新芽が出てきたらもう大丈夫だよっていう植物さんのサインだと私は思っています。なのでこの株はこのまま元気に育ってくれるんじゃないかなと思います。シンゴニウムはあんまり育てていないんですが、前回も動画にしていますチョコレートという品種のちょっとアダルティーなシンゴニウムさんを復活させるという動画です。よろしければそちらもチェックしてみてくださいね。こちらのチャンネルでは植物の植え替えやおしゃれな園芸ツールなどを紹介しています。ご興味ございましたらチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。